皆さんこんにちは、ココです。聞こえてますかね、この BGM が。はい、これね、今実は上海ディズニーに向かっております。朝6時半やで、今。実は久しぶりにディズニー行こうっつって妹にチケット買ってもらって一緒に行くんだけど、まさかのね、まずチケット代からすごくて、今1万円ちょいとかでしょ。中国ってまあチケットプラスファストパス8種類とかファストパス12種類付きみたいなのがあるんだけど、ファストパス8種類付きのチケット買って6万やで、6万だ、えぐくて。でなんかファストパス付きのさ高いチケット買ったから行けると思ってのんびりしてたら、昨日の夜このまあそのチケット売ってくれた人間からね、はい、6時40分噴水前集合ねとか言われて、え、なんでなん、ファストパス買ったのになんでそんな早いみたいな。じゃあなんか7時過ぎるともうとてつもなく人がいるらしくて、もうなんか湖の周りを1時間ぐらい待つのが普通らしいんだよね。なんでもう5時起き5時半出発、今6時20分来てます。もうだいぶ人もいて、これ7時超えるともうマジで1時間待ちとかになるらしいから、まあちょっとね、とりあえず並んでまず待ち合わせしてチケットゲットしていきたいなと思いますんで、またちょっと園内の様子も撮れればと思います。それでは行ってきます。とりあえず待ち合わせ場所の噴水には着きました。この噴水前でね、今待ち合わせなんだけど、どこだ。おい、你们在哪里呢？我在这喷泉这里的。哎，你好。是皇后。あ、这边是吧？はい、なんとか中に入ってこれました。すごい人。今日なんかね、上海ディズニーができてる一番人いるんじゃないかっていう、9万人らしいんですけど、まあ、とにかく無事に入ってこれました。こんな感じね。じゃあ中に入ってきて、お前は今何をしてるんだということで、実はねここ後ろにねこの人が集まってるんですけど、今日この人から僕チケット買ってて、まあ入園料とあとはなんかファストパス8枚ついてるんだけど、そもそも入園料って中国もだいたい500〜600元、まあ日本円にすると1万円ぐらいなんだけど、今日さっき言った通り僕は1人6万円かかってます。でこのお兄さんが入園料プラス8個のファストパスを用意してくれてるんだけど、ファストパスの登録を今してくれてます。なんでチケット渡して、みんなこのお兄さんから買った人はこのお兄さんがファストパス登録をしてくれるんで、まあそれでね並ばずに今日行ければなと思います。ちょっとまだ並んでるっぽいんで、僕はこの人たちが終わったら僕のファストパスを渡して中に実際行きたいと思います。はい、なんとか中に来ました。こんな感じ、ちゃんとお正月モードなんだよね。これかわいいチップとデールだ。ちょっと人がねえぐそうなんだけど、頑張って回っていきたいと思います。あ、待って、来た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 、上海ディズニーズドン行くで。ほい、見えるかな、見えてるかい。ゴー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 、すげー。とりあえず耳を買わないと始まらないということで、ダッフィーを買いました。かわいい、やっぱダッフィーは人気でしたね。はい、じゃあ今からちょっとファストパス8個多分手配今登録してもらってるんで、また乗り物の前にねご案内できればと思います。ズートピアの新エリアに来ました。日本にはねズートピアはなくて、上海もそれこそ2ヶ月前にオープンしたばっかりなんだけど、じゃじゃん。はい、ちなみにですね、僕は大事なこと言いますけど、ズートピア見たことありません、わかりませんが、なんかすごい人気でした。このエリアに入るのに80分から100分で、まあファストパスがあったんでスッと入ってこれたんだけど、かわいいのよ世界観。見てこの信号機とかもさ、ネズミ用の信号機ということで、世界観がねすごいかわいい。ただポイントはね全く分かんないのよね、誰が主役かもよく分かってないんだけど、噂によるとあれか、あれが主役か、主役で合ってる、なんかそれっぽいね、かわいい。まあ、とりあえず新エリアなんで来てみましたけど、いまいち主役が分からないので。でもすごいなやっぱディズニーのこの世界観、見て街の再現度がめちゃくちゃ高い。これ実際あれなのかな、映画に出てくる都市が再現されてるのかな、分からへんけど。はい、じゃあまた次のエリアも、でもやっぱここが今一番人気だった。ちなみに上海で一番並んでるのが7人の小人とカリブの海賊だったので、ちょっと7人の小人はファストパス取れなかったんだけど、カリブは取れたのでちょっと行っていきたいなと思います。はい、カリブの海賊乗ってきました。もう日本のカリブといえばね、めちゃくちゃまったりゆったり系なんだけど、こっちのカリブはね結構レベチで、上海ディズニーでトップ3に入る人気アトラクションなんじゃないかな。ちょっと中の動画もね撮ってきたんで、ちょっとだけ出しますんでみんな見てください。でもディズニー来たら絶対これは乗ってほしい。
中心でか1700円のチキンレッグです。今からニューアトラクションでむっちゃみんな9割ぐらいの人がカッパ買うんだけど、これ結構ねカッパかぶらないととんでもないずぶ濡れになるアトラクションなんですよ。浮き輪みたいな、カッパが現金でしか買えないって言って現金持ってなかったから、前に並んでるマダムに LINE ペイする、 LINE ペイっていうか WeChat ペイするから現金貸してくれって借りました。さあ今から行っていきたいと思います。どれぐらい濡れるのか行ってきます。ガチ疲れた。はい、ということでね、何乗ったっけな、ソアリングなんちゃらとカリブの海賊とあと2回ぐらいねズートピアのアトラクション行ったんだけど、多分新しいアトラクションのせいか2回故障して2回とも途中で追い出されました。なのでちょっとおじさん疲れたので、トゥモローワールドの休憩所というかレストランに来ましたね。で今ネットオーダーしたんでこれから物をピックアップしていきます。こんな感じで、でかい、見てこれでかっ。だいたいこのバーガードリンクポテトセットでいくらかな、128元だから2500円ぐらい。まあ日本のディズニーもこれぐらいするのかな、ちょっと高い気がするけど、つかの間の休憩なんでこれ携帯の充電してトロンに備えたいと思います。てかやっぱね充電器がないとちょっと中国は携帯で全部オーダーとかするから、携帯がなくなるとちょっとかなりディズニーは遊びづらいかなと思います。ちょっと待ってな、見てデデデデデ、ブラックアンガス和牛ビーフのバーガーポテトとペプシコーラ、全然健康的じゃないけど、まあ今日はねしょうがないというか、生き返る。じゃあまたトロンで。はい、今からですね上海ディズニーの、まあ、目玉の一つですねトロン行っていきたいと思います。なんかバイクみたいなね超高速バイクで100キロぐらいのスピード出るんだけど、なんかここをひっくり返りながら走るらしいんですよ。まあ絶叫苦手系なんでちょっとドキドキはするんですが、出るかな。こんな感じ、これルートの一部なんだけど多分来るはず。あ、来た、ひっくり返ってるよ。さあまあ行けるかどうか分かりませんが、さあ今から並んでいきたいと思います。行けてる。いろいろトラブりまして今日3度目のズートピアのアトラクションです。多分新しくできたのの原因もあってか2回並んで2回とも故障をして2回とも途中で戻るっていう、しかも1回はもう次乗るの俺やのにっていうところで降ろされました。はい、3度目の正直です。でもやっぱ圧倒的に人気やね。入園するのにだいたい150分で、アトラクションも150分だから、このアトラクションファストパスなかったら乗るのに300分って感じです。まあでもそれだけ人気なんでしょう。ちょっと楽しみですが、はい、まあ、これで一通り今日のアトラクションは全部乗れて、まあ、あとトロンぐらいかな。でトロンとピーターパン乗ったら今日の8個はほぼ乗れました。なんで最後パレードがあればパレード見て今日のディズニーは終了にしたいと思います。また最後は締めのコメントが取れれば取ります。パレードもすごい人、花雪すごい、プロジェクションマッピングとかパレードとかこんもり。こんな感じ、何城だろうこれ、ということで上海ディズニーは今日これで終わりかな。ほぼちょっとズートピアの新アトラクションだけやっぱできたばっかりで工事が多くて3回行ったんだけど3回とも故障で動きませんでした。なので多分今日はね残念ながら見れないんですが、何が面白かったかな、絶対乗るべきはカリブの海賊。多分日本のカリブの海賊とマジでレベルが違う、もう10倍20倍ぐらいの規模でいいかな。あとはソアリングも良かったし、多分7人の小人とね、多分ズートピアのあれはね有名なんだけど、でも皆さん来るんだったらぜひケチらずにファストパス付きの券を買うことをおすすめします。多分 2,3 万円でファストパス付きの買えると思うので、まあ8個かな、12項目付きと8項目付きがあるんだけど8項目買えば十分楽しめると思うので、ぜひ皆さんも上海ね、あんまり観光地じゃないんだけどせっかく来るんだったらディズニーランドにも足を運んでみていただけたらなと思います。それでは今日もコーコーチャンネル見ていただきありがとうございました。また東京です。はい、さっき夜のパレードが終わりまして、もう今日最後の最後にズートピア乗れんかなっつって粘ったら、なんとズートピアの故障が治りまして乗れるということだったので、日中使えなかったファストパスを使ってズートピア突撃してきました。おもろかった、おもろかったです。なんかいろいろ、まあ僕上海ディズニー何回か来たことあるんだけど、まあ初めて乗るのがズートピアだけだったっていうのもあったんで、めちゃくちゃおすすめでした。多分だからこっちで絶対乗った方がいいのがトロン、カリブの海賊、7人の小人のジェットコースター、ズートピアの新アトラクション、
この辺は必須かな。あとソアリングもおすすめです。なので皆さんぜひね、あの8枚入りのファストパスでいいんで、ちょっと高いけどね、あのぜひそのファストパス付きのチケットで遊びに来てください。人も多いし並ぶので、海外では時間をぜひ買ってください。ということで、はい、今日ディズニー多分12時間くらいおったのかな。はい、結構おじさんにはきつかったんですが楽しかったです。ということで今度こそまた日本でお会いしましょう。またねー。